チャンネルのマストリクイズ。さあ始まりました、銀チャンネルへようこそ。銀ちゃんです。はい、今回は、ギルフラットジュニア一世さんのね、こちらはですね、ガチレビューっていうか、そのぶった切りレビューのやつでやってほしいっていうリクエストが来ていたんで、ちょっと前の話なんですけどね、手に入れましたんで、そちらの方を、やっていこうと思います。では VTR どうぞ。さっさっさ早速やっちゃってますけど、ちょっと今回ねギルフラットを使って釣りをしていこうと思うんですけれど、このギルフラットがね、ガチレビューをしてほしい、ガチレビューっていうか、そのなんだっけ、ぶった切りレビューか、あれをしてほしいということで、今回これをやっていこうということなんですけれど、まあ僕ギルフラットジュニアはね、前々から使っています。まあ釣ったことないけどね。動きはやばいんですよね、このワーム。まず今までになかったブルーギルとほぼ同じ動きをする。ほぼね。でまあこれとリグにもよるんですけど、バイブレーションは背中に愛がついてるんで、こうなるじゃないですか、どうしても泳ぎが。こう、真横じゃなくて、こうなるじゃないですか。で、こう泳ぐんですよね。ブル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 と。でも、本物の魚って基本的にそのボディ全体で動くというよりかは、どっちかっていうと、やっぱり尾びれを動かして泳ぐんで。で、ブルフラットとか、アイフラット系ワームも、基本的にはこう、扁平ボディに対してまっすぐ、フックを刺すんですけど、こう沈んでいくんですよ。泳ぎ自体もこういう横になってる。ブルーギルじゃあ横になりますかってならないんですよ。ブルーギルは縦なんですよね、扁平が。なのでその扁平を縦の状態にして泳ぐルアーっていうのがなかったんですけれど、ルアーっていうかワーム、このね、ギルフラットはリップもついてない、まあ要はその魚に似ていないものっていうか、魚にはないものっていうのが基本的にはパーツとして存在していない。ヒレが存在する、ボディが存在する、頭が存在する、尻尾が存在するっていう感じで、ものすごくギルフ、ブルーギルのね形そのものになってます。はい。でこれでゆっくり巻くと、こうやって扁平を横じゃなくてね、今までの、ギル系は横だったんですけど、これが縦にちゃんとなって、ちゃんと縦になってこうやって泳ぐんですよね。非常に魚っぽい動きをしますね。フナとか、ギルフラットですけども、フナとか、にも化けます、コブナね。はい。で、それを司っているのが浮力なんですよね。浮力のある素材を使っていて、浮力がある素材で顎の部分にネイルシンカーを、水平にさせてあげることで、浮力があるワームなんでこうなって浮くんですけど、シンカーをね顎の方に入れることによってこうなる、素晴らしい、まあすごいいいワームっていうか、すごい考案だなと思います。すごいアイディア発想で、巻くと関節部分が水を受けてこうやって、巻くだけでこうやってね、まるでジョイントベイトのように動いてくれると。で関節部分もそのジョイント部分っていうのも1個2個じゃなくて複数あるんで、すごく生めかしく、本当に背骨の入った筋肉でちゃんと動いている魚のような動きをするんですよね。これはそりゃ釣れるでしょうって思ってるんですけど、まだ釣れてません。ということで今回は釣っていこうと思います。というのもね、使ったことはあるけど、まともに使ってないんですよね、まだ。いろんなリグで試したとかね、自分なりにこれいいんじゃないかと思うリグでやってみたとかっていうのもないんですよ。うわ、これビッグベイトですよ、ほぼ。
動きのテイストがすげえ。これは本当にすごいと思います。で、まあ今そのビッグベイトみたいな動きを出してる僕のこのリグなんですけど、マス割りを顎から鼻に向けてこう貫通させてパニックリグって言って、あのやりましたよね、レイサムのバリウオか、あれでやったんですけど、あれと似たようなシステムでマス割りをね、下顎から鼻に向けて貫通させてネイルシンカーをこの喉元のところから水平に刺してます。でこうなるんですけれど、ネイルシンカーがね 0.3g っていうものすごい軽いネイルシンカーを使ってます。でこれを使ってマス割りにすることで、ほぼなんかねサスペンドに近い。でこれ中にね背中の部分、背中って言ったらいいのかな、うなじ部分に、空洞があるんですよね。中空になってるそのうなじ部分が、そこになんか発泡剤かなんかを詰めて浮力調整をするみたいなんですけど、ちょうどこのうなじ部分のところに水が入ると若干沈む。でも水が入んなかったらテールだけ浮くんですよね。でゆっくり巻くと投げて、ゆっくり巻くとこう引き波を立てながらグネ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 と来てくれる。これいいなと思ってほぼジョイントベイトで、ピタッて止めると、まあ、今は沈むんですけど、たまに浮くで沈むのもすごくゆっくり沈んでいくんですね。 0.3g なんで。でここでちょっとこう巻いて巻いて止めて、ねじ巻きに近いような感じでクックッって巻いてあげたり、竿をねちょんちょんちょんとこうツイッチしてあげるとギュンってこうターンするんですよ。ギュンギュン、この不規則なターンがねすごくS 字形のビッグベイトを彷彿とさせる。すごくちっちゃいんだけどビッグベイトじゃないんだ。普通に本当にギルがメインベイトになっているであろう野池とかだと、これは驚異的なワームじゃないかなって思います。でまあこれフリーリグで使ったりとかもできるし、ネギョドマっていう一世さんのやつでも相性が抜群と。でさらにはまあもちろんダウンショットもいけるし、で基本的にはそのノーシンカーオフセットフックをセットして横掛け扁平ボディに対してそのブルフラットとかみたいにちゃんと刺すんですけど、で0.5g ぐらいのネイルシンカーを真ん中より若干横にねここら辺に通してあげることでシンメトリーが取れてバランスよくねこう縦になって、オフセットは横に設置されてるんですけど、この状態でスーって泳いできます。まあそれ釣れるよねっていう話なんですよね。むしろこれで釣れなかったら何食ってんのっていう結構個人的には衝撃を受けたギルワーム。食ったっすね。食ったけど持っていってないか。ちっちゃいな。でもこんな大きくねえわ。お前かあそこで一生懸命餌食ってたのは右入れしちゃったけどね。ギルフラットで勢いよく食ってきたのはこのサイズでしたアベレージちょい上ぐらいかな。はい、まあ、でも初ギルフラットフィッシュですね。はい、すごく動きがいい。よし、釣れましたね。まあ、とりあえず1本釣れたので動画にはできるということで、まあ、全然アベレージサイズなんで、やっぱね、今のも浮かせてて、ちょん、ちょんちょんって感じでした。結構ね、モンドリューって出てくる感じで降ってきたんで、でかいのかなと思ったんですけどね、そこはでかかったです。いかんせん3ポンドなんでね、ちょっとドラグ、あれぐらいのサイズもちゃんと出るようにはしてるんですよ。まだ釣れたらいいけどね。よし、やってみよう。
すごい暴れる。えい、コバッチ。はい、いかがだったでしょうか。ギリフラットジュニアですね。まあ大きいのはちょっと取れなかったんですけれども、非常にですね、僕が今まで見てきたそのギル系ワームっていうところではめちゃくちゃいい動きをするワームだと思っています。場合によっては多分タナゴとかにも、化けるんじゃないかなと思います。評価で言うとこれです。はい、まあ若干まず高いっていうのが一つで、高いけどそんなに個数はいっぱい入ってないで、使い方にもよるんでしょうけど、なんかそのノンソルトっていうか、その、浮く素材で作られてる割にはちょっと見切れしやすいなっていうふうに思った。だからワーム自体がその素材がね、ノンソルトなんだけどものすごく柔らかい。オフセットで使っても口元のねところをピッて裂けると思うし、マス針で使ってね、僕の今回の使い方をやってもやっぱり 2、3匹っていうか2匹釣ったらピッて飛んでいったし、多分でかかったら1匹で多分飛んでいく。で、あと使っている最中にネイルシンカーがね、この刺してるんですけど、これからね、スポッてこう、もうボロボロになっちゃって、取れちゃうみたいな。だからネイルシンカーの出し入れは多分できない。それもあって、個数もちょっと少なめだけど、値段はちょっと高いということで、まあ、ちょっとコスパの面もね、星2つ。ただ、動きのその良さとか、使い勝手とかね、そういったところではこのジュニアバージョンであれば非常にね、使いやすいし、いろんなリグに対応できるし、ものすごく生めかしくて本物のブルーギルそっくりの動きをするというところから、やっぱりね、この2つはすごい高得点だなと思いました。よかったらですね、自分でも手に取ってみて、僕が言ったことが全てじゃないと思うんで、皆さんがどう感じたかね、それが大事ですので実際に手に取ってやってみてください。今回はギルフラットジュニアのぶった切りデビューでした。ありがとうございました。